こんばんは。やっほー、どうもどうもどうも。こんばんは、こんばんは、こんばんは。こんにちは、こんばんは。どうもよろしくお願いします。はい、よし。はい、ん？はい。はい、本日の担当吉田屋のクリスティです。よろしくお願いします。お願いしますね。皆さんは眠たくないですか？私は眠たいです。春なので。春っていつも眠たくなっちゃう。いっぱい寝ても眠たくなっちゃう。ああ、どうもどうも。眠いよね、わかる。人間にも冬眠制度あったらいいのになっていつも思ってる。ということで、早速なんですけども、前回メンバーからの宿題をしたいと思うんですけども、ありがとうございます。前回メンバー岩本蓮加ですね。はい、ちっちゃくない蓮加。吉田、私と一緒にコスプレするなら何が良いと思われるか。蓮加、何が良いと思うでしょう。 でもこの前一緒にロケした時にメイドなのかな、ロリータ、水色のメイドみたいな、ロリータみたいなやつを本当にあの場で言って黙ってて、それまでで来てくれたんだけど、意外となら なんだろう。でもあれは事前に、なんか蓮華と喋ってたことがあって、一緒になんかさ、通販サイトっていうか見ながら、あ、これかわいい、あれかわいいって言ってたのに近しいものを選んだから来てくれただけなのかもしれないけど、何がいい？一緒にコスプレをするなら、だから私もするんだけど、必然的にこれ、いや、しないかもしれないんだけど。 何だったら言ってくれるかな。何だろう、何だろう。れかな、やっぱなんかアニメとかそっち系の方がいいのかな。もうなんかさ、個人的にね、個人的にメイドとか、なんか警察とか、あと何があるかな、なんかハロウィンで定番ですみたいなやつはちょっと嫌なの。なんか他のが行くって。 なんかあんま見ないようなやつがいいなって思った。何しようね。 でもなんかあれかも、お互い好きな VTuber さんのとかはどう？どう？ なんかさ、それもさ、一回話したことあるんだよね。なんか企画でコスプレをするなら誰がいいですかみたいな話をしたことがあって、そこでね、お互い好きな VTuber さんのやりたいねみたいな話をしたことがあって、確か去年かもうちょっと前か。だからそれしたいな、それしよう。 それしよう。 決まり。じゃあお互い好きな VTuber さんのコスプレ、
いつかできたらいいなって感じ？感じかな。はい、そんな感じで終わります、宿題。はい、そしたら次は乃木曜日選手権ですね。今週の競技が桜吹雪を作ろうということで、まずは乃木曜日選手権、あ、ちょちょちょ、ピンクの画用紙ですね、ここに今いっぱいあるんですけど、これを使って 1×1cm 以上の桜吹雪を作ります。手でちぎってもいいし、ハサミを使ってもいいみたいで、制限時間が20秒です。最もたくさん桜の紙を作れたメンバーがプレゼントをゲットということで、今週今3日目なんですけど、昨日例えばあやめちゃんが9枚で、れんかが8枚ですね。だから今のところ10枚以上作れば、とりあえず3人の中では一番上です。これは重ねて切っちゃいけないみたいなんですけども、まあまあ私には考えがありますゆえ、いけるんじゃないかなって思うんですけども、いきますぞ。ということで用意もします。用意用意ドン。とりあえず大きく切ればいいでしょ。どう、え、これってありかな。あ、意外と気にせいかも。ほいほいはい。何にも見えてないよね、ごめんなさいね。すいません。これをじゃあ数えるみたい。はい、これ私の桜。数えます。1、2、3、4、5、6、7、7、8、9。はい、10、11、12、13、14、15、16、16、わーい、多分セーフでしょう。みじん切り。何枚だ、あ、16枚、16枚できた。よし、はい、どう、どうどう、あと2人今週いるけども。頭いい、そうでしょそうでしょそうでしょ。吉田さん、最初さこれをさ、ピーって縦にちぎれるじゃん、多分縦にいっぱいちぎって、それをチョキチョキしたらいいじゃんって思ったの、重ねて。そしたらなんか釘打つ感じです、重ねちゃダメですっていっぱい言われた。この切り方はいいですか、この切り方はいいですかみたいな。ちゃんといいよって言われた切り方です。やったー。じゃあみんなも暇だったらやってみて。20秒ね、20秒で重ねてきちゃダメ、ちゃんと1枚の状態で切んなきゃダメらしい。最近なんかあったかな、最近何かあった、最近は、最
最近は、あ、あれだ、3月30日に風とロック最初で最後のスーパーアリーナふるさとですがありまして、乃木坂だけのライブブロックもあったし、サンボマスターさんとの対バンコラボで1曲やらせていただきまして、どうでした？来ました？来た方いますか？ なんかさ、コラボの前にその裏でさ、メンバー全員で待機してたんだけどさ、すごかったね。なんかすごかった。別にそのステージ上は全く見えてないし、もちろんお客さんのこともその裏にいたから見えてないんだけど、熱がすごすぎてこの後出るの怖ーって思った。 それぐらいなんかこう圧巻というかしたライブをされていて、でもこう本番一緒にステージに立って、で結構ないをやらなくちゃをこう披露させていただいた時に、なんかね、自然とすごいこうメンバーめちゃくちゃ笑顔だったし、楽しかったな。 ね、なんかなんだろうね、曲の間に結構喋ってたじゃない。それもなんかこう、なんだろう、私たちの普段のこのライブの煽り方とはまた違って、てかまた別ジャンルというか違う次元の喋りをされていて、なんかね、普通になんか泣きそうになっちゃった。 なのでちょっとまた機会があったらライブにお邪魔したいなって、今度は全部完全に見る側としてお邪魔したいなってすごい歌いながら思ってた。 ねえ、すごかった。とても貴重な体験をしましたね。で、その後に私は岩本蓮加と映画を見に行って、そこで大号泣をして、ゲームセンターで遊びまして、いっぱいいっぱいカービィを連れて帰って、その後またスポッチャで遊んで、次の日筋肉痛になって、痛いねーって蓮加と連絡、次の日ね来て連絡してて、また行こうねって言いました。 ね、めっちゃ起きてた一日っていう話を昨日も聞きました。ああ、そうなの？か、昨日も蓮華だもんね。え、蓮華も話してた、これ。ちゃんフローできるよ。できるよ。ちゃんと入るかどうかは別として。今はできるかわからないけど。あ、聞いたんだ。聞いたんだ。そりゃそうか。そりゃそうだよね。一緒にだって行動してるもんね、ずっと。そりゃ同じ話をするかもしれない。そう、蓮華がいっぱい、なんか棒がさ、こうやってあって、ここにこうやって乗ってて、輪っかがこうやってポンポンって上にあって、それをさ、アームで落とす、ずらして落とすみたいなやつあるじゃん。わかるかな？伝わるかな？それがね、蓮華めっちゃうまくてね、めっちゃ撮ってたよ。私のカービィも一個だけ取ってもらった。もうできない、やってって言って。
そうそう、あと3回で撮れるって言ってたから動画回してたの私。さ、ちゃんとね、その3回で撮っててね、すごいって思った。うちにもいっぱいカビ増えた。そうなの。私はただお金を入れてる人をやってる。廉価が動かす人をやってる。そう、真横になんだっけ、あれ、お金崩すやつ、両替機があってずっとそこを行ったり来たりしてた、自分がやってる台と。そう、もう大人だからね。だから久しぶりに多分2箇所行ってたの、ゲームセンター2箇所行って合計で多分2、3時間行ったんじゃないかな。 って感じかな、最近のプライベート。いや、なんかその映画を見終わった後にパッて上見たらゲームセンターがあって、あ、行こうって言ってて、もともと映画の前に行こうって言ってたんだけど、なんだかんだ時間がなくて行かなくて、終わってパッて上見たらあったから、あ、あそこ行こうって言って、その後ご飯を食べようって言って、ご飯を食べに行った先の施設内にもあったんだよ確か。そう、あって、わあ行こうって言って。 もうさ、2人ともなんかさ、頭の中が「はい」っていうか楽しい状態になってたから、わあ行こう行こうって言った。 って感じかな。ブレンゲン楽しいよね。あ、配給も取ってたよ、レンカ。なんだっけ、翔陽のフィギュアかな。影山取ってたかな。あんま覚えてないけど。 あ、そう、それでカービィもお揃いしたレンカと。俺のも撮って嫌だね。嫌 だね。あ、でもいいな。いや、いいかも。撮るの楽しくて好きだから。いいかも、いいかも。次何撮りたい？次、あ、ね、じゃあ欲しいのあるんだ。欲しいのあったけど動かなすぎて無理って思って諦めたやつがあって、初音ミク、ミクちゃんの桜バージョンのめっちゃ可愛いフィギュアがあったの。それがね、マジでね、もう本当に動かなすぎてね、諦めた。多分あれは廉価でも無理。そう、桜美玖ちゃんめっちゃ可愛いの、めっちゃ本当に可愛かったの。本当に可愛くてね、パソコンのところ置きたいなって思ったんだけどさ、撮れなかった。どこにあるんだろうね。
取ってあげるって人いっぱいいるた。で、池袋行きたいな。池袋のゲームセンターも私めっちゃはしごしてた。最近全然行ってないけど。うん。秋葉もはしごしてた。でも個人的に一番取れるなって思ったのは池袋かも。どこのゲームセンターか覚えてないけど、池袋の時はゲームセンターで取った商品だけで、なんかね、こんなでっかい袋いっぱいいっぱいになるのってぐらい取れるイメージ。たまたまかもしれないけど。うん。宿題やる？先じゃ。宿題やるか？いいよ。じゃあ明日の、これホワイトボードだっけ？明日のメンバーは誰でしょう？誰でしょう。ヒントは、仲良し。だって今正解いたんだけど、早くない？明日は久保です。久保しおりです。林じゃないです。梅でもないです。みっちゃんでもないです。レンタンは昨日です。久保です。ほら、久保に何をさせる？する？何をしてほしい？弓木じゃない、だから久保だって。久保だよ。え？あ、久保とも配球行くんだ。まだ決めてないけど。猫のカチューシャ？カチューシャあるのか。箱根あるのか。メンバーのモノマネ。配球の推し。あれ、久保の配球の推しって言ってないの、久保。語尾にケロをつける。始球式の意気込み。あ、田中さんって言ってんだ。そう、推し一緒なの。最近の吉田の好きなところ、いいね。 いいね。今度パン作ってもらうんだ。いいでしょ。私が楽しいだけの宿題でもいい？吉田の好きなとこ3つ。へへ、いいね。優しいね。じゃあ、吉田の好きなとこ3つ。3つ教えて。ハートにしとこう。
教えてってこんな感じだっけ？なんか間違えてたら後で書き直そう。はい。吉田の好きなとこ3つ教えて。合ってるね。合ってる合ってる。それ教えて。吉田ちゃんと見とくから。鬼がいる、やつにしちゃえって言ってる人いる。3つだっけ？なんか抜けてる？本当だ。吉田の、ありがとう。ね、勝手に超えてくる分にはいいよ、3つを。宿題は3つにしておこう。3つ、4つ目からは久保の気持ちということで。にしとこう。分かんない、もしかしたら「そんなのあるわけないじゃん」ってなるかもしれないから。パンダとスクショ？パンダじゃないんだよ実は。ほら、ペンギンだよ。パンダ、これ私がかぶるの？鼻がもくもくしてる。明日大学なの、頑張ってね。あれ、春休みってもう終わったんか？学生は。大学、違うな。学校も仕事もお休みの人も頑張って。頑張って。私も頑張る。みんなも頑張る。世界が平和。いいね。素晴らしい。頑張って偉い。偉い偉い偉い。面接も頑張って。頑張って。よいしょ。面接の人多いんだね。頑張ってね。頑張ってね。今日のご飯は何しようかな。終わったら7時前でしょ。そこから帰るでしょ。何作ろうかな。お腹すいたな。なんか冷蔵庫を見て決めるわ。あ、そうだ、ハンバーグにするんだと私解凍しなきゃいけない。この前なんか作った時に余ったお肉を丸めてハンバーグにしてんだよ。ハンバーグにしようかな。思想会に行かなきゃいけない。あれはもんちゃんだよ、今日は。あ、出てじゃないよ。じゃあ、私は今日は、ハンバーグを解凍して、なんか、和風ハンバーグで食べようと思います。なんかいい感じにできたらインスタに載せます。多分、約束はしません。予定です。いいか？こんな感じでいいか？スクショはきっとみんな撮ってるでしょ？ということで、終わりますよ。終わるよ。バイバイ。バイ。
イバイ。私はハンバーグを食べます。さよなら。さよなら三角。